今回は大谷の二刀流を批判、無理と決めつけていた評論家たちを紹介します。アホだろ大谷翔平評価、野村克也、プロ野球をなめるな、成功してほしくない、俺がリチハムの監督なら間違いなくピッチャー、チョウモトイサオ、このままでは中途半端で終わる、ピッチャーで5勝、バッターで2割8分くらい、どっちかに決めないと150キロ投げられるピッチャーはそうそういない、相当の選手になる、あれぐらいのバッターはアメリカに生えて捨てるほどいる、どちらか一本に絞るべき、大谷は四分六で成功しない、王貞治、メジャーでは一つに絞らざるを得ない、打つ方が苦労する、投げる方は成功するだろう、江夏豊、大谷を客寄せパンダにするな、まずはプロで160投げられるようになるのが二刀流より夢があるのではないか、佐々木一弘、プロの球ではない、高校時代の財産で投げていると言っていい、投手としての練習を本格的にしておかないと将来が厳しくなる、江本武則、投打ともに20年に1人現れるかどうかという逸材であることは間違いありません、投手野手のどちらでも大成するでしょう、ただしどちらかで出会って両方の大成を目指すことはどちらも中途半端に終わる可能性がある、本気で二刀流できると日ハムは思っているのか、大谷を潰す気か、投手は一度出来上がると長持ちするがバッターは難しい、二刀流を続ける限り超一流の選手に離れない、大谷は見せ物でしかない、一度バッターをやればいいのに彼ほどのバッターはなかなかいない、清原和博、二刀流が通用するほどプロは甘くない、俺の記録を抜けるのはあいつしかいない、打撃の天才工藤公康、無理のない投球フォームをしていて投手としては長く活躍できる可能性が高い、一方打者として松井のような長距離砲になれる可能性は低い、ダルビッシュ投手の方が可能性がある、メジャーを目指す場合二刀流は足を引っ張ることになる、栗山英樹とっても可愛いです、なんか食べちゃいたい、当初は5、6と言われとるな、近いうちに大谷賞みたいなのが新設されるだろうな、大谷にふさわしい賞を作れという声がメジャーでも高まっている、別に想像を超えてないよ、予想された範囲だ、仮に来年度サイ・ヤング賞と三冠王を取ったとしてもスッとバッターに専念していたら三冠王どころじゃない成績になっていただろう、今の評価から言うと完全な失敗だ、サッカーと野球の二刀流が現れるのはいつになるか、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。